はい、こんにちは、116インズです。今回はシカゴカブスの話をしていきますが、昨年地区優勝を果たしたカブス、今年も結構強いんですよね。現地時間6月7日の時点でカブスは33勝27敗 NL 中地区2位、首位ブルワーズに 0.5 ゲーム差に位置づけていまして、この感じであれば今年も優勝争いに加わっていけそうな戦いぶりです。ただ今年のカブスは皆さんもご存知の通り、オフにエースのダルビッシュ選手をパドレスへトレードしたりと、あまり金銭的な余裕がないことが伝わるような動きをしていまして、主力選手の FA も近い中で、今季チーム解体に舵を切るのではと思われていた中での今季の検討ですから、ちょっと個人的にはあまり予想していませんでした。特に昨年散々だったクリス・ブライアントが復活し、ここまで MVP クラスの成績を残していたりと、主力選手たちが成績を戻してきたのが大きそうです。ブライアント、バイエズ、リゾーが今オフ一斉に FA となる予定ですが、彼らが揃う最後の年に最高の結果をカブスは残すことができるでしょうか。で、そんなカブスというチーム、現在の打線の中軸になっている選手といえばと皆さんに質問したら、おそらく多くの方は先ほど出てきたブライアントやリゾー、バイエズといった名前を挙げるかと思います。もちろん彼らが中軸であることには変わりはないんですけれども、ここ最近とあるベテラン選手が急激に存在感を増しています。それがこちらのパトリック・ウィズダム。ジェイソン・ヘイワードやマット・ダフィーなど野手に故障者が相次いだため、5月25日に MLB に昇格してきた選手ですが、ここまで14試合でホームラン7本といきなりの量産体制。彼は現在29歳と野球選手としては若くはなく、実際マイナーでも通算800試合以上に出場しているので、プロ野球選手としてはどちらかといえばベテランに部類される選手なんですが、今季に入るまで MLB 通算43試合で4ホーマー、 MLB ではまだまだ立ち位置を確立できていない選手です。そんな選手が MLB 上がってきていきなりのこの活躍ですから、多くの人に驚きを与えたとともに、故障者が続出したカブスにとっては救世主のような存在となりつつありますね。週間 MVP にも選出され、ここのところはクリーンアップで起用されたりと、次第にチームの信頼も勝ち取りつつあります。個人的にここまでのウィズダムに関しては、まあホームランを量産していることからもわかるとは思うんですけれども、パワーがやはりものすごく印象的ですね。こちらがウィズダムの今季の打球が飛んだ位置を示した図となるんですけれども、センター一番深いところ、ホームランを打つのが簡単ではない場所へすでにホームラン4本も放っているんですね。とにかく彼の打球はよく飛ぶ。特にうわなんだこれと思ったのが、6月5日から6月6日の敵地でのジャイアンツ戦、この2試合でウィズダムは3本ホームランを放っているんですが、全部センター方向へのホームランと。ジャイアンツの本拠地オラクルパークは球場が広く、バッターにとっては辛い環境なはずなんですが、ウィズダムはそれを全く苦にする感じはなく、余裕でスタンドインさせていました。とにかくここまでのウィズダムのバッティングに関しては、彼のパワーの凄さというところを強く感じているところです。で、全然関係はないんですが、彼の名字であるウィズダムは英語で賢い、賢明を意味する単語と全く綴りが同じなんですけれども、名前から想像されるスマートにプレーする姿とは裏腹に、ここまでの彼のパワー全振りのバッティングスタイルがあまりマッチしていなくて、個人的に面白かったりもしたんですけれども、まあそれは置いておきましょう。で、ここまで今季のウィズダムの活躍について話してきましたが、いやちょっと待てよと、ちょっと待て116インズ、そもそもこのウィズダムは誰なんだと疑問に思われる方の方が多いかもしれません。突然 MLB に昇格してきましたので、そもそもあまり期待されていなかった選手のようにも思ってしまいそうですが、ウィズダムは2012年ドラフト全体50人指名をカージナルスから受けていますので、もともとはドラフト上位指名でプロ入りを果たした選手です。今も MLB でパワーを遺憾なく発揮していますが、プロスペクト時代からパワーにはかなり期待がされていまして、ただアプローチに課題が山積みだったため、プロに入ってからもなかなか目立った成績をマイナーで残すことができませんでした。しかしそれでも少しずつマイナーの階段を上りまして、2016年にトリプル A に到達すると、翌2017年、25歳のシーズンですね、ついにブレイクイヤーを迎えまして、この年トリプル A で127試合でホームラン31本。アプローチの課題が多少改善されたことで、彼の持ち味であるパワーをより活かすことができるようになったのが大きかったようなんですが、ただメジャーにはなかなか手が届かず、日本のチームがスカウトしに来たなんてこともあったそうですね。2018年もトリプル A で OPS 8割4分3厘と活躍したウィズダムは、この年ようやく MLB 初昇格を果たし、 MLB でも成績は悪くなかったんですが、チームのロースター事情もあってオフにレンジャーズへトレード。
レンジャーズは2018年限りでサードの名手エイドリアン・ベルトレが引退しましたので、サードのオプションという期待も込めてチームはウィズダムを獲得したんだと思われますが、わずかな MLB でのチャンスでウィズダムは26打数4安打、この間三振を15個喫していますので、ヒットよりも三振の方が多いという有様でした。その後ウィズダムはマリナーズと契約を結びましたが、ここでは出番がなく、昨年の途中からカブスに加入して、そして今に至ると。もともとはドラフト上位指名ながらもなかなか芽が出ず、チームも転々とし始めたあたり、今やエリートというよりかは苦労人な感じの方が強いですが、29歳にして迎えたブレイク、彼からすれば MLB 定着の最大のチャンスを得たわけですが、この現在のウィズダムの活躍、この後も続けられそうか、簡単に見ていきましょう。まずここまでのウィズダム、とにかく強い打球を打てていること、彼の長打力を本当に支えていますね。もちろんそもそもまだ打席数が多くはないのでブレが起きそうですが、まずヒットかつ長打となりやすい打球バレルの割合がここまでなんと 38.1%、 21打球中実に8本がバレルと、 MLB の平均がだいたい 8% ぐらいですので、そらこの短期間でホームランを量産するわけですね。そしてウィズダムは単純にバレルの打球が多いだけではなく、そもそもバットに当てた時は強い打球を打てていまして、打球初速95マイル以上の打球の割合が 81%。 意味がわからん。昔から期待されていたパワーは本物だったと考えても良さそうですね。彼はここまで速球系にめっぽう強く、これは MLB で成功する上でも必須条件だと思っていますし、成績をこれから維持していく上でも好材料だと思っていますが、バットを少し寝かした感じの割とシンプルなフォームからスムーズにバットを出してきている印象がありますので、もしかしたら速球系への強さの源とこれがなっているんでしょうかね。この辺はバッティングの専門家の方いらっしゃいましたらぜひ教えてください。ただアプローチが昔から課題ではありましたが、それは MLB でもあまり変わらないようですね。まずストライクゾーン内のコンタクト率が 68.9%、 MLB の平均を 10% 以上下回っている状態ですので、ストライクに来てもあまりバットに当たっていないと。空振り率 40%、 三振率も 37.5% といずれもかなり高いので、コンタクト率が高くないのもうなずけます。パワーは本物であることは今あれだけ強い打球を打てていることが何よりの証明ではありますが、 MLB 定着を果たすのであれば、ここのアプローチはどうにか改善させたいところですね。もっとも今のところはバットに当てた時はそのチャンスを逃さずハードヒットさせていますので、このアプローチでも今のところ何ら問題はないんですけれども、さすがにこの感じだとしばらくしたら調子を落としてきそうなのが少々不安でしょうか。ということで荒削りな印象はまだまだ拭えませんが、やはり彼のパワーは魅力的なので、ここからスラッガーへと成長したら面白そうな存在ではあるかなと思います。遅咲きのスラッガーといえば元ブルージェイズのホセ・バティスタなんかがパッと思いつきますが、彼が2010年にシーズン54ホーマー、大ブレイクした年はちょうど今のウィズダムと同じく29歳のシーズンでしたから、可能性はゼロではないと思っています。カブスはブライアントが今季限りで退団する可能性が高く、その際にはサードの後継者問題に直面しますが、もしこのウィズダムがこの調子で打ち続けるのであれば、その悩みは特に心配するものではないのかもしれませんし、そうなってくれるとカブスとしては一番嬉しい展開でしょうか。ということで今回の動画は以上としたいと思います。今後もですね、MLBに関する動画を上げていきますので、興味のある方ぜひチャンネル登録していただけると幸いです。それではご視聴ありがとうございました。